岡市営地下鉄七隈線天神南駅に来ています。今回は天神南駅近くで開始された新しいオフィスビルの再開発およびその周辺のエリアを見ていきたいと思います。天神南駅は七隈線の現在の終点なんですよね。現在博多駅に七隈線を延ばす工事が行われています。そのため利便性が高まる天神南駅周辺の開発も期待されるところですね。駅の一番出入り口を出ました。早速開発地に向かいます。一番出入り口を出て西に少し歩くと開発地になります。3系ビルがコインパーキング跡地にオフィスビルを建設します。仮称 S ゲートフィット天神、地上14階のオフィスビルとなります。建設される建物のイメージはこんな感じです。西隣は東館福岡第一ビルという住居とテナントのビルです。開発地の裏側まで回り込んできました。2023年6月竣工予定です。これだけだと動画が短すぎるので、ついでに駅周辺を見てみましょう。駅の西側は渡辺通りが通っていて、天神ロフトやオフィスビル、ホテルが立ち並んでいます。そして三越や大丸といった大型百貨店も建っています。なんですけども、駅の南側は巨大なコインパーキングが広がってるんですよね。駅すぐの場所をこのままにしておくのはもったいないですよね。隣にある小さなビル2棟を合わせた再開発の話が出てきてほしいですよね。同じコインパーキングの裏側に回ってきました。こちらの道路の両サイドがコインパーキングになってますね。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発なども見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。これらのコインパーキング全部合わせると巨大な再開発ができそうなんですが、まあ、将来そういう話が出てくるんでしょうかね。さらに奥まで歩いていくと左手に別の駐車場が見えてきました。と思ったら右側にも駐車場があるんですね。空港線の天神駅周辺は様々な再開発が盛んですが、天神南駅周辺で進行中なのはさっきの S ゲートくらいなんですよね。こちらの三角のエリアを見ると、まあ、結構駐車場が残ってるのがわかりますね。先ほどと同じ川の役員新川に出てきました。川沿いのこの辺りも大きな駐車場だったんですが、駐車場の一部に2019年8月ウェルキャビン天神が開業しました。なんですけども、その隣は再びコインパーキングになっています。まあ、奥の方まで開発が進むのはなかなか難しいかもしれないんですが、まあ、せめて駅前のあのコインパーキングだけでも再開発が期待されますね。ご視聴ありがとうございました。